ふんわり物理がわかるほのぼの物理キーワード辞典。みんな、今日の講師は僕、南メダカだよ。本日のキーワードは宇宙マイクロ波背景放射。これは宇宙がビッグバンで生まれたことを教えてくれる波。正式にはこういうことなんだけど、どういうことかふんわり見ていこう。宇宙マイクロ波背景放射が見つかったのは1964年のこと。物理学者のアーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンはちょっと変わった形の電波望遠鏡のアンテナを点検してたんだけど、このアンテナ、不思議な信号をキャッチしていることに気づいたんだ。何が不思議かっていうと、普通星を観測してたら一方向から電磁波が届くんだ。でもこの信号はそうじゃなかった。なんと宇宙のあらゆる方向から同じように届いていたんだ。そしてその信号がビッグバンの証拠だったというの。一体どういうことかというとね、もし本当にビッグバンで宇宙が誕生したとすると、とっても小さくて熱かった宇宙がどんどん大きくなるにつれて冷めていった結果、今の宇宙になったと考えられるんだって。その証拠として、とっても熱かった頃の宇宙からその当時の温度を伝える電磁波が放たれて現在の宇宙にも残っているはずなんだ。この電磁波が宇宙マイクロ波背景放射と呼ばれているんだよ。ペンジアスとウィルソンが見つけた不思議な信号はまさにこの予想にぴったりだった。これがビッグバンの決定的証拠になったってわけ。ちなみに宇宙マイクロ波背景放射はその後衛星によって宇宙のどこからどんな波が届いているかすごく詳細に調べられるようになったんだ。それをまとめたものがこちら、138億年前を知ることができる宇宙の地図なんだ。この赤い部分と青い部分が宇宙の物質の濃淡に対応していて、これが種となりやがて成長して銀河や星が生まれていくんだって。ビッグバンの証拠か。僕がいた証もずっと残ってくれたらいいのにな。ほのぼの物理キーワード辞典、私梶裕貴がお送りしました。